はいどうも皆さんこんばんは。えー、っとですね、今回のクラン対戦、えー、結構タウンホール的には格上で、まあ早上げなんで、えー、結構余裕かなって思うんですけれども、まあ、でもですね、やっぱタウンホールが高いとですね、やっぱ攻撃もそれだけ強くなるので、まあ、しっかりえ今回は作戦を立てて、えー、攻めていきたいと思います。で,で まず下の方から見ていきます。タウンホール7の人、こちらが2人いますね。のび太さんと直美マリコさんがいるんで、この2人には18、19、20をお願いしたいと思います。18、19、20、多分3つ取れるんじゃないかなと思うので、お願いします。20はかなり弱いんで、いつものように18、19から先に攻めていってくれると助かりますね。これと、これも普通にドラゴンラッシュでいけるでしょう。 あと18番18番ちょっと、うん、強そうに見えるんですけど、まあ、こまあ大丈夫だと思います外に1個あるんで、まあ、ここは黒バルで破壊するとしてあとはもうドラゴンラッシュで、まあ、中に対空砲あるんで、まあ、ちょっと気をつけてみてください18番を先に2人で行くといい,い,いかもしれないですね18番もし2人取れなかったらタウンホール8の人、えー、お願いしますそれでえー、っとあとですねタウンホール8に の人、ターンホール8の人は15、16、17をまずお願いします。15、16、17をまず3つにしてください。それで14以上からターンホール9が出てくるんですよね。今回ターンホール9、0が多いんで、まあ、どうしてもそのターンホール8の人に、えー、ターンホール9も、えー、行ってもらわないとい、えー、けないと。で、どこを、まあ、戦術、大まかな戦術的にはどうしようかなって迷ったんですけれども、大まかな戦術的には、えー、と3つしっかりやっぱ取れるとこを取っていこうと思います。で タウンホール10ですね。一1234番は、とりあえず置いときます。とりあえず保留してて、で、5番以降で、しっかり3つ取っていくと。で、3つ取って、えー、 もし取れなかった、取れなかったね。ごめんなさい。攻撃回数余った場合に、1234をしっかり攻めていくと。多分、あの、攻撃回数余ると思うんですよ。かなり。なんで、余った人たちから随時、1234チャレンジしていくと。なんで、タンホール8の人もですね、今回1234チャレンジしてもらうことも結構あるかもしれません。で、タンホール8の人の割り当てを先に発表したいと思います。18、19、20はタンホール7の人で、17、16、 15。えー、そしてですね。えー、っと、なんだったっけ。あ、そう、14。14と13。あとで下見ちゃんとするんで。14、13、あと、10、10ですね。この、えー、何個だっけ。10、13、14、えー、15、16、17。 6個, 6, 個6個なんですけどもまずこの6個をしっかり星3つ埋めてほしいなとタウンホール8の人のドラゴンラッシュを想定して、えー、星3つ取れるベースをしっかり選んでるんで、えー、ここの6個を先にお願いしたいと思でこれで、えー、っと星3つ全部取ってしまったら1234にぜひ、えー、チャレンジしていってほしいなと。 まあ、1234以外でも、えー、タウンホール9の人でももちろんいいんで、タウンホール9に星3つ狙いしてももちろんいいんで、まあ、どんどん上行ってく、欲しいなと思います。とりあえずこの6個お願いします。で、まあ、15、16、17はもう下見しません。で、14から、えー、しっかり下見していきたいと思います。体育法、あ、で、 前,まあ、前にあったことなんですけれども、この、えー、今下見しているベースと違うことがあるんで、まあ、もちろん当たり前なんですけれども、その時はまた相談しましょう、皆さんで。まあ、とりあえずこのまま、えー、行ったらという想定で、えー、話していきます。で、えー、このベースですね。このベース、えー、っとですね、フォグライダーを使った、えー、ドララッシュをしてほしいなと思ってでどうい、どうやるかっていうと、この2つですね、この2つは要はこの 外から出せばホグライダーででで簡単に破壊できそうですねここ穴ここもしかしたらあるかもしれないんで、えー、しっかり、えー、確認して、ホグライダーでこの2つの、えー、対空砲を破壊します。で、こちらから普通にドララッシュ。そしたらもう多分余裕で取れると思います。クロスボウもアチャクイーンもいないんで、まあ、いないことをしっかり確認して、えー対戦あっと、対戦時にいないことをしっかり確認して、えー、お願いします。OK ですか 14番はタウンホール8ですね。次。えー、13番もこれ、まあ普通にタ,タウンホール8なんで、えー、これもタウンホール8の人にお願いします。まあこれもなんか、ォグライダー使ってもいいですし、普通にドララッシュでもいいと思います。まあクロバルで破壊、まあクロバル連れてったら余裕でしょうね。結構こういう外にある対空砲は、もうホグライダーでやっつけた方が早いかもしれません。まあ援軍に気をつけてっていう感じですね。 で12番、12番これちょっと悩んだんですけど、やっぱクロスボウもあるので、これはですね、もうタウンホール9の人が、えー、しっかり取りたいと思います。やっぱ下の方、ここら辺でやっぱ星2つになると厳しいんで、えー、12番でしっかり星3つ取るために、まあタウンホール9の人が行きましょう。でまあ、タウンホール9の人だったら、これ星3つ全然いけると思うんで、えー、お願いします。プレッシャー <laughs>。で、11番。 こんな感じですねでこれも悩んだんですよタウンホール8でもいけそうじゃないですかめっちゃいけそうなんですけど、まあ、ウィザードン弟々、まあ、対空砲がレベル、えー、タ,イタウンホール8でのマックスということで、まあ、対空砲も1つ増えてるんでうんこれ相当迷ったんですけどこれはタウンホール9がい、えー、きましょうあでもこれまだ悩むなこれだってババキンでここ破壊したらえー、っと 全然タンホール8と一緒かなと思ったんですけど、うーんー、やっぱ8じゃ厳しいかな。どうだろう。ちょっとごめんなさい。ちょっと一応決めてたんですけど、もうちょい悩みます。えー、11番は、11番いけますかね普通にだってババキンで最初ここ破壊、いきますよね、多分。破壊して、流れるかな。ここら辺にテスラ出てきたらうざいですけどね。 これはうん88がいきましょうやっぱり8にしますえー、っとさっき言った番号は嘘ですえー、っと11番も8の人がいきましょうでえー、っともしえー、っとアーチャークイーンとか増えてたらもう9の人に任せますなので11番は8でお願いしますごめんなさい訂正ですでまあババキンで最初に一番弱っちい対抗法を破壊してからまあいくといった感じで ちょっとチャット確認しますね。えー、っと。うんうん。やっぱフォグライダーが結構、えー、使えそうですね、今回。うん。で、10番目のベース。10番目のベースは、これタウンホール8の人に任せようかなと思ってます。クロスボウがないのと、まあ、対抗砲も3つ。で、こ4つ目、ここにあるんですけど、これは、えー、ババキンで余裕で破壊できるので、タウンホール8の人に、えー、10番お願いします。で、 9番以降ですね。9番以降というか、9番より上のベースは、えー、タウンホール9が行きたいと思います。全部。で、まあ、ここら辺、さっきもあったように、ホグラッシュとかでい、えー、けますよね。行けますよね。なんで、ここら辺も絶対3つにしましょう。今回、タウンホール9で多分3つにできないベースないんじゃないかなとか、俺が偉そうに言ってるんですけど。ああ、でもここら辺だと、まあ、でも上手い人だったら多分行ってくれるとは思います。なんで、タウン今回の、えー、 総復,習総復習っていうか作戦を確認すると1234はとりあえず放置で5678956789567895個ですよねこの5個のベースをまずタウンホール9の人は星3つにする3つですよ3つにするで3つにし終わり しし終わっって 1, 2, 3, を攻めるといった形にしますでもしその3つにするのにすごく手間取って攻撃回数少なくなってきたらまたそこは要相談ということで原則は56789あと1112もあるのか56789と1110あ11は違ったごめんなさい5678912をタウンホール9の人が星3つにするといった感じでよろしいでしょうかいいですね 5678912をタウンホール9が3つにしてで10番11番13番14番そして151617がタウンホール8の割り当てで181920がタウンホール7の割り当てちょっと,、えー、っとごちゃごちゃになってるんですけども確認をお願いします で、えー、そこの、えー、自分たちの担当の、えー、範囲が星3つにしっかりし終わったら、1234にチャレンジしていくと。1234も結構星取れそうなんですよ。なんで、まあタウンホール8の人でもね、えー、結構星2つとかは全然狙えそうなベースばっかりな、ばっかりなので、まあ、1はちょっと厳しいかもしれないけど、まあ下の方になると、全然五ワイプ、8の5ワイプ、 こことか、えー、星2つなら全然いけると思うんで、えー、チャレンジしてみてくださいということで、えー、今回はこういった作戦でいきたいと思いますまた何か、えー、あれば、えー、相談してくださいちょっと長くなったんですみませんけど、えー、頑張っていきましょう絶対勝ちましょうではバイバイ